朝日新聞が、慰安婦をめぐる一部の記事について取り消しましたけども、そのことについて。いや、産経新聞が頑張ったからじゃないですか。あの方本名なんですかね、あの安倍瑠衣さん、もうあの方の力なんでしょうね。まあ、あれだけしつこくしつこく事実に基づいて報道してああいうふうになれば、朝日新聞ももう逃げられなくなったんじゃないですか。まあ、ただちょっと言わさせてもらったら、まあ、これまでね、この慰安婦問題については、まあ、いろんな政治家とかいろんな新聞、まあ、新聞というか週刊誌がいろいろ言ってたけれども、国民的なね、大きなそういう議論の広がりにならなかったところを、まあ、少しでも僕が発言したことがね、きっかけとなったんであれば、それはもう僕は政治家の冥利につきますよ。32年間朝日新聞が固くなに過ちを認めてこなかったことをね、ここまで産経が頑張ってくれた。で、産経が頑張ることによって週刊誌も頑張り始めて、いろんな雑誌も頑張り始めた。まあ、もう最後朝日新聞白旗あげたわけですよ。だからまあ、これまでのコメンテーターね、いいことしか言わない、まあ、綺麗事しか言わないコメンテーター、まあ個人名出させてもらったら、僕にかなりどぎつい批判してきた、あの大谷昭宏氏ですよ。なんていうかですね、強制連行っていうものはなかった、虚偽だったと、これではっきりしたんじゃないですかね。ただね、今度間違ってはならないのが、産経新聞をはじめね、保守政治家、保守を気取る政治家が気をつけなきゃいけないのは、これをもっと鬼の首を取ったようにね、日本を正当化したら、これは完全に誤ります。だからこれ産経新聞の正論なんかでも、稲田朋美さんのね、今の行革大臣ですか、あの方は、かつて、いわゆる交渉制度があったと、そういうことを持ち出して慰安婦という問題、これは合法的だったの、合法だったの、堂々と産経新聞の正論で言ってましたけども、急に今口を閉ざしてしまったけども、僕が世界からも国内からもあれだけ批判を受けて、急に稲田行革大臣は橋本発言は女性蔑視発言だということを言い出して、だんまりを決め込んでますけどもね、これは絶対やっちゃいけないですね。間違っちゃいけない。個人の評論家とか個人がね、いろいろそのいわゆる売春とものについていろいろ合法化論を唱えるのはいいのかも分かりませんけども、国家運営の責任者が世界スタンダードで考えたときに、これを堂々と合法化論というものを唱えるのは、絶対に世界的に見ても、世界の潮流から見ても、これは誤ってしまう。だから朝日新聞のね、あの記事は、まあ、本当に言い訳に満ちた記事というか、僕ね、やっぱ朝日は取材はね、しっかりしてる新聞だと思うんですよ。それぞれの記者もよく勉強してるし。でもね、もうロジックが最近もうむちゃくちゃで、場当たり的なロジックで全部自分のところに跳ね返ってくる。で、僕はあの記事を読んでてね、一番不快に思ったのはね、結局読売新聞や産経新聞もね、他紙も同じように報じてたじゃないかってことを最後に付け加えてるわけですよ。あれは情けなかったですね。なぜかって言えばね、僕が慰安婦問題の発言をした時にね、アメリカ軍やそのイギリス軍、ドイツ軍、フランス軍、韓国軍だって、いわゆる女性を利用していたという話をしたときにね、何正当化してんだと、他国がやったからといって自分たちがいいと言えるのかと、これを散々言ってきたのが朝日新聞ですよ。で、僕は違うよと、ロジックが違うよと、これは今までの日本の保守政治家のようにね、日本国内の問題だけとして捉えて日本を正当化してきた、そういうロジックは転換して、やっぱり世界スタンダードで考えればね、これは正当化しない、二度と過ちは繰り返さない、それを前提に、ただアンフェアなところはしっかり言っていこうと、まあ、そういうロジックで言ってたつもりなんですけど、なかなか今まであまり理解されなかったところもありましたけど、今回の朝日新聞のあの昨日の記事ですか、見事に自分を正当化してるじゃないですか。読売新聞や産経新聞も同じように報じてたんじゃないか。あれを付け加えたことによって、あの検証記事は台無しになりましたね。で、やっぱりね、朝日新聞の今非常に弱いところ、もう世の中を動かすだけの力がなくなってきたのはね、ロジックがね、場当たり的、非常に場当たり的、選挙のこともね、集団的自衛権については国民の信を問えと言っておきながら、大阪都構想について僕が信を問うたら、それは意味のない選挙だと言ったりね。やっぱりもうちょっと朝日新聞も頑張ってもらわなきゃいけないじゃないですか。ただ強制連行のこれで事実が少なくとも朝鮮半島においてはなかった。で、
他のね、ま、地域で上着、ネクタイを着用しない清掃勤務を実施しています。強制的に女性に暴行を加えたという事実はあったんでしょう。これはあのオランダ人捕虜のね、すまない事件でもそうですけど、これはね、戦犯です。戦犯なんです。だからこれはどこの戦地においてもね、あってはならないけれども生じうる、いわゆる兵によるね、レイプ事件、強姦事件としてね、これはきちっと罰しなければなりませんけども、これ出てくるんですよ。これはもう戦争のね、本当に不幸な話なんです。だから絶対戦争なんかやめなきゃいけない。だけどこれ最後朝日のね、また学者を引用してね、コメント今日出てましたけども、ガラパゴス的な議論にしちゃいけない。朝日こそガラパゴスなんですよ。でこの問題はね、もう日本国内の議論だけにとどめちゃいけない。その日本がやったことを、ね、正当化しちゃいけない。これは当たり前だし、で日韓関係だけの問題でもないんです。韓国に対してもね、謝るべきところは謝らなきゃいけないんです。ただしね、やっぱり認めちゃいけないところで、これ何が問題になってるかって言ったら、世界からね、日本だけが特殊なことをやったというふうにね、指摘をされてるわけですよ。性奴隷という言葉を使われて。でもこれ強制連行の事実がなかった、強制連行がなかったということになれば、日本だけが性奴隷を使ってたという批判は当たりません。もし日本がこの慰安婦をね、利用してたということで性奴隷を使っていたというんであれば、世界各国がみんな性奴隷を使っていたということにしなきゃいけないんです。だからどちらでもいいです。だから日本が性奴隷を使っていたという国連のね、人権報告書出てますけども、それだったら世界各国は性奴隷を使っていたというふうに国連も改めなきゃいけませんね。朝日新聞はいろんな言い訳してますけどもね、これはもう非常に大きな問題、読売がきちっと言ってますけどもね、国連の人権報告書もね、多分その今日の朝日のあの学者さん、ガラパゴス的な議論しちゃいけないっていうふうなことを言ってたね、学者さん、国連の人権報告書も読んでないんでしょうね。クマラスワミ報告書って96年、1996年に出たね、クマラスワミ報告書っていうものによって日本が性奴隷を使っていたって話が広がってきたわけです。でこのクマラスワミ報告書の証拠はね、何かと言ったら吉田誠二さんのね、著書ですよ。だから全部つながってるんです。だから今回朝日が認めたね、吉田誠二氏のね、虚偽の話、これは虚偽だともう認めたわけです。でそしたらね、この朝日の報道によってね、国連の人権委員会も焚き付けられたわけなんですよ。日本の戸塚さんという弁護士がどんどん NGO でね、人権委員会に、国連の人権委員会に働きかけた。で今回見てください、国連の人権自由規約委員会の方でね、日本は性奴隷を使っていた、もっと厳しい批判が来ましたよ。でその根拠は何かって言ったらね、この朝日が大宣伝をした吉田誠二氏のね、慰安婦についての話ですよ。もう最終島でね、チェジュ島の方で日本の艦艇がね、兵隊がとにかく女性狩りをやったと、その話がね、全部国連のこの1996年クマラスワミ報告書、日本がね、性奴隷を使っていたということで批判を受けるようになった、世界から批判を受けるようになったね、そのクマラスワミ報告書のね、その基礎資料にね、吉田誠二氏のね、この文献が証拠になっているということなんです。でこの吉田誠二氏のこの文献が、今度はジョージ・ヒックスっていうね、オーストリアでしたっけ、そっちの方のまたジャーナリストかなんかの文献の証拠になったりとか。だから朝日新聞はね、今回の問題、確かにね、消し去る事実、消すことのない事実、消し去ることのできない事実であることは間違いないですよ。だから女性をね、そういうふうに性的に利用していたということは絶対にこれはあってはならないし、今後二度と繰り返しちゃいけない。だけれどもそれは日本だけが特別にやっていたことなのかどうなのか、世界はみんなね、自分たちがやったことを棚に上げて日本に対して全部押し付けてきてるわけですよ。だから慰安婦像なんていうのはどん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 世界に広がってるじゃないですか。僕はずっと繰り返し言ってきたのは、日本も悪いけれども、でも世界だってね、世界各国だって戦争っていう場においてはね、それ以上のことをやってるわけです。ノルマンディ上陸作戦の時もそうだし、ソ連軍だって、最後日本に、第二次世界大戦の最後日本に侵攻してきた時に満州でやってきたことなんて、もうレイプの連続じゃないですか。これも歴史的な史実であるわけですよ。でそういうことは戦争のね、もう本当に悲惨な過去で、絶対こういうことは繰り返しちゃいけない。だけれども日本国だけがね、性奴隷を使っていたというふうにね、世界から不当な侮辱を受けることに対してはきちっと反論しなきゃいけないし、
なぜそのような不当な侮辱を受けることになったかといえば、朝日新聞のね、あの間違った報道、32年間過ちを認めてこなかったこの姿勢によって、吉田誠二氏のね、あの著書が国連の人権委員会の中のね、その報告書、重要な報告書の資料になってる。こういうところももうちょっとね、朝日新聞は検証しなきゃいけないですね。だからあのガラパゴス的な議論にしちゃいけないっていうのはその通りだけれども、何も日本国内だけでね、日本人がやってきたことは間違って正しかったんだとか、間違ってないんだとか、そんな議論じゃないんですよ。これはもう世界標準として考えてね、日本がやってきたことはどこまでを反省して、どこからはきちんと反論 すべきなのかっていうことをしっかり考える。もう次のステップはそこですよ。だから今回この問題ね、ここで収束させちゃダメですよ。一つは国連人権委員会の報告書をもっともっと検証してもらって、吉田誠二氏のね、この文献がね、国連人権委員会の熊田さんに報告書の第2章でこれどんどん引用されてね、これが元になって、日本は制度例を使ったっていうふうになってるわけです。もし日本が制度例を使ったという評価なんであれば、これは日本だけじゃなくて世界各国です。第2点はね、これはあの日韓関係をこじらしたのはこの朝日新聞の記事なんです。なぜかといえばね、これはあの通常の戦争犯罪であれば平和条約で全て解消するというのがね、これはもう原則ですよ。法のルールです。通常の戦争犯罪とか戦争責任については平和条約で解消する。でもこれもね、世界スタンダードで虐殺とかね、ホロコーストとか虐殺とか重大なその人道違反のその罪については時効はないと、平和条約では解決されないっていうのは、これもまた世界標準ですよ。だからドイツのナチスドイツのね、犯罪だったりとか、この間もイギリスが植民地に対して行ってた虐殺についても、虐殺じゃない、いろんな暴行事件についてもね、それは時効なく賠償していかなきゃいけない。これはもうある意味国連の中のね、国際標準なんですよ。その通常の平和条約ではね、解消されない罪もあるんだと。で、日韓基本条約、日韓請求権並びに経済協定の中でね、最終的完全かつ最終的にこの慰安問題が解決されたっていうのは日本の主張だけれども、韓国は違うんですよ。で、国連の感覚も違うんです。この慰安問題っていうものは通常の戦争犯罪ではない、戦争責任ではないという、そういう評価なんです。なぜかといったら、国がね、国家を挙げてね、その女性を強制連行して制度例にしたんだから、こんなのは通常の平和条約では、日韓基本条約でね、請求権並びにその経済協定、これであの平和条約では解決した問題ではないというのが韓国の主張でもあり、これが国連の評価でもあるんですよ。だから強制連行というものがね、これあの重要な要素になってしまってる。だからいくら日本がね、いやもう1965年のその日韓基本条約、請求権並びに経済協定でね、全部完全かつ最終的に解決されて、日本政府はいくら言ってもね、世界はそれ認めてくれませんよ。この虐殺とかホロコーストとか、それから重大な人道違反についてはね、まあ、時効なし、永久に、やった人間を処罰せよ。だから今回の自由規約委員会、あの国連の自由規約の、ね、委員会からもそういうふうにまた勧告が出てるわけですよ。だからもっとね、日本人も日本国民もジャーナリストの皆さんもね、何が論点なのかってことをもう一回、見定めないと。だからこれは今まではずっと国内の問題だけでね、この慰安婦問題は当時は合法だったんだから日本人に責任ない、非常にドメスティックな国内の議論でずっとやってきた。それに対して朝日新聞や毎日新聞は批判をしてきた。だからそんな問題じゃない、責任を感じろ、反省しろ、もうそれは国内の問題なんです。だから反省するところは反省して、お詫びするところはお詫びする。しかし今世界のこれ問題になってるんでね、この強制連行っていうこの事実によってね、日本だけが制度令を使っていたという不当なその批判を受けていることと、それから平和条約ではね、これは解決されない問題なんだよということを今世界から言われてしまってるんですよ。だから強制連行の事実がないっていうんだったらね、これは通常の、戦場の性の問題、通常の戦争責任の問題としてね、考えて、やっぱり平和条約で解決したというふうに考えるのかどうなのか、こういうところをね、日本と韓国でしっかり議論しなきゃいけないと思いますね。朝日の罪は大きすぎますよ、これ。本当にこんな単純にこれでね、今認めてね、いや消し去る事実は消し去ることのできない事実なんだから、強制連行の有無なんていうのはね、大した問題じゃない、これ強制連行の有無なんて大した問題じゃないっていうのは、非常にドメスティックな国際社会を見てない議論ですよ。